お金ないとこれ食べられないんですか？本当です。私病院から出たことがあんまりないです。そっか、そうなんですね。それが友達か。私、ソータとの子供が欲しいです。異議あり。あ、ソータ、洗濯機ってカニさんみたいですね。ちょっと面白いです。それはそれとして、初デートは重要なんです。イベントです。人生に一度きりのイベントなんです。ササラが長い間お邪魔した。その子は連れて帰る。お前はもうここには来るな。そんなの一番じゃないです。そんなのが一番だなんて認めないです。この海の先にソータが言っていた世界があるんですよね。私の知らない世界が。あの冬、真夏のようなこの島で、ユズソフト最新作夏空彼方、2008年5月23日発売。もうすぐです。